え？誰にも言わないで。私のことは一切知らない。何も関係ない。約束し。ええ、そうよ。バイトのことは秘密にしてるの。なんか文句ある？私とあな、たく、はぁ、彼女にこぼしてきた子ウサギのくせに何言ってんの。さようなら。二度と同意して送信しないことを祈ってる。は？なんであんたがここにいんの？なんでって、隣俺の部屋だから。一切の交流。あ、冗談言わない。一じゃな、おばあちゃんには別れたっていう約束でしょ。何それ。今日は家でレポート書くって決めてるの。さようなら。もう帰ったのかな。ばあちゃん、孫の異変にも気づかぬ、いい夢を見させてもらった。まるで天皇様じゃ。お料理作ってたら遅くなっちゃって。千鶴姫、だって連絡くれたじゃない。おばあさんのためなら私どこへだって駆けつけます。千鶴姫、いいよ今さら。会社にも報告できないし。え？お見舞いは水曜日だけって言ったよね。他の日は一切なしよね。一切の干渉、詮索はしないこと。大学でも当然赤の他人。私への連絡は必ず斉藤を通して。1時間だけ、毎週水曜日1時間だけならレンタルされてあげる。間違いしないで。あなたのためじゃない、おばあさんのためだから。ハロー、カズくん。はい、ぜひお話の続き聞かせてください。水原と言います。いつもカズヤさんがお世話になっています。よし、決まり。イエーイ。カズヤ、カズヤ、カズヤ、行くぞ。どういうつもり。ごめん。あなたどれだけ嘘を重ねたら気が済むの。それにもうとっくに時間超かよ。カズくん、ちょっと大丈夫？おかえり。いや、本当に可愛い子だなと思ってさ、なんだか少し焼いちゃうな。でもそんなに可愛かったらカズくんに求められて大変じゃない？ほら、カズくんまだあっちの経験ないから、たまに目が怖い時がある。ご飯もやたら深夜までやってる居酒屋だし、やっぱカズくんも男の子なんだな。ちょっ、は？私のカズヤさんを悪く言わないでください。私そういうつもりじゃん。言ってるじゃないですか、付き合ってた頃のこと人に話すなんて非常識ですよ。カズヤさんがかわ、そっか、怒ったならごめんね。でもカズくん、うちらの間ではいつもこういうノリ。カズくんからも謝ってよ。あなたも。私帰ります。すいません、カシスソーダと生おかわりで。はい、かしこまりました。